い、よろしくお願いいたします。それではもう子どもたちですね、この本番前にもう一人一人いろいろお話をさせていただきながら、どう緊張してるとか聞いてるんですけど、ほぼほぼ緊張してないんですね。なのでちょっとこう始まっても今この時間ちょっともしかしたら緊張してるかもしれないので、もうどんどん進めさせていただきたいなと思います。それではエントリーナンバー1番、しゅうくん、大きな拍手でお迎えください。しゅうくん、じゃあまずちょっと最初にしゅうくん、ちょっと最初にお話が聞けるということなので、じゃあしゅうくん、まずは年齢といつピアノを始めたかというところを教えてください。年中からピアノを始めてます。7歳です。はい、7歳のしゅうくんでございます。今日はピアノで残響参加というね曲をやってくれるってことなんだけど、この曲を選んだ理由も最初に教えていただけますか。鬼滅の刃が好きなので楽しそうだと思って残響参加を選びました。はい、それではみんながね鬼滅の刃のあのシーンもこのシーンも思い出すと思うので、一生懸命やれそうかな。はい、それではピアノの方お願いします。それではしゅうくんのタイミングで始めてもらいたいと思います。よろしくお願いします。しゅうです。1年生です。練習からピアノを始めてます。聴いてください。
生懸命弾いてくれてたかなと思います。ちょっと一個だけ残念だったのは、弾き終わった時にすぐババッと降りちゃったので、なんかちょっと弾き終わってバッてなってから降りるともっとかっこよくなるかなと思いました。なのでそこをちょっとポイントにまた頑張ってみてください。はい、ありがとうございます。ジャッシュ君、今日こんだけね、みんな見てくれてます。最後に一言伝えたいことはありますか？今日はこのピアノに出てて嬉しいです。はい、シュウ君でした。ありがとうございました。はい、実はシュウ君ですね、炭治郎の衣装なんですけど、鬼滅の刃を知ってる方はきっと皆さん見たことである、あの耳飾りも実はですね、お母様が作っていて、ただちょっと演奏中はちょっとピアノを弾くときちょっとお邪魔になって